私が向かったのは近江町市場の北方青果。旬の野菜が並ぶ昭和5年創業の老舗の八百屋さんです。ずらりと並んださつまいも、細長いものやコロコロしたもの、これすべて五郎島金時なんです。このお店では毎年8月31日の野菜の日にちなんで28種類に分けられるという五郎島金時を店頭にずらりと並べているんです。たくさんありますが、はい、どういったふうに分けられているんですか？まず形が整っているものが種でして、でちょっと形が、悪いもの、少し曲がっているものっていうのが有で、その次に形が悪いものが量という形で、これほど細かく分けて出荷される野菜は全国でも珍しいそうです。28種類の中で凸凹が少なく焼きムラができにくいことから、焼き芋にぴったりという週の M サイズを試食しました。いただきます。甘くてホクホクです。美味しい。細ければ細いほど少し甘みが強くてしっとりとしますし、太ければ太いほどホクホクさが強くなって甘さが控えられるので、太さによる味の違いなども楽しんでいただきながら、自分のマイ五郎島金時っていうのを探していただければいいかなと思ってます。明日から9月、食欲の秋に五郎島金時の食べ比べはいかがでしょうか。